ミンシルがお届けしています FM 横浜ザ・ブリーズ。さあ、ここからはスペシャルゲストを迎えしてお送りしていきます。アスカさんです。どうも、よろしくお願いいたします。私初めましてで、はい、あのザ・ブリーズに登場していただくのはおよそ3年ぶりという。そうみたいですね、ということで、横浜、神奈川の、まあ、本当にもうすでにたくさんメッセージとか質問来てるんですが、リスナーの皆さんにまずは一言いただけますか。無理に登場して、いただくのはおよそ3年ぶりと、ね、はい、ぜひ横浜、神奈川のリスナーに、一言おっしゃっております。飛鳥です。あの、実はあの、いわゆる台本に書かれたものを読んでくださっただけでした。失礼しました。あのですね、こう、まあ、質問たくさん来てるんですけれども、こんなものがあって、まず最初これをちょっと伺いたいなと、はい、足立区のマリコさんから。足立区マリコさん、先日はヘリでラジオ現場まで来たと言っていた飛鳥さんなんですが、今日の交通手段はクルーザーですか。いや、もう車のトランクに。車のトランクですか。ちょっと危ないんで隠れながら。窮屈じゃなかったですか。全然もういつものことですからね。あ、そうなんですか。もうしょっちゅうなんです。ということです。はい。さあ、でもね、本当に今日この日を待っていたというリスナーの皆さんから本当にたくさんメール、ファックス、質問など届いているので、まあ、そんなものを紹介しながらですね、はい、飛鳥さんにも答えていただきながら、いろいろお話を伺っていこうかなと思うんですが、まずは今年2009年チャゲ&アスカデビュー30周年という年なんですが、まあ、活動休止というニュースもありまして、まあ、その件に関してたくさん、ね、メッセージいただいてるんですが、とも子さんは、まあ、活動休止寂しくもありますが、チャゲさん、アスカさんの一人の表現者としての挑戦していきたいという思いを知り、惚れ直しましたと、メッセージいただいてます。他にも本当にあの、30周年ね、やるぞって言いながら、やるぞって、まあ、誰もがね、まあ、皆さんコンサート来てくれる皆さんはそう思っていたいなと思うんですけど、はい、これやらなくなってしまったと、これはもう本当活動を語る上で活動テロですね、これね。本当にもう何が分からないですよね。まあ、でもやはり休止されるっていうことは、まあ、この節目でまた新たな何かを探してっていう、また新たな出発っていう意味ですもんね、って言った方がかっこいいかなと思って言ってるんですよね。まあ、でも自分たちの中ではね、きっとね、30年というね、時間が、全ての意味だと思ってるので、何があったからとか今更ね、その何があったからこれがね、こうなったっていうことは、まあ、そんなにこう、明確なものはなかったりするんですよね。まあ、とりあえず、まあ、50になるとなんかこうやって生きてきたかなっていう自分の人生 の輪郭がこう見えてくる、こういう人生だったっていうね、なんかね、そこをこう、まあ、そこを超えるときに、さて今で違ってたけど、お互い一人で思いっきり一人でやってみたらどうなるんだろうっていうね、興味ですね、自分たちの興味、数えて出したの。まあ、でもそれが失われてしまったら、またそれもおしまいっていうわけではないですけど、やっぱりちょっと寂しいですしね。そうですね、つい失いがちなんで。ついですか。はい、さあ、ですが、まあね、まずはデビュー30周年イヤーで、はい、まあ、その記念すべき年に新たな歴史が、まあ、一人でこう刻んでいくということになるわけなんですが、来週の水曜日にはチャゲですか、ニューシングル、はい、来週はチャゲが来るのかと思ってました。違う、はい、来週水曜日にアスカさんのニューシングルがリリースになります、あなたが泣くことはない。はい、飛鳥さんソロ活動史上初の日本映画主題歌書き下ろしに、またまたそんなね、大層なことじゃないですけどね。なるんですよね。そんな大層ないですよ。ちょっと意外でした。まあ、この映画というのは4月に公開される木村裕司さん監督の、まあ、初監督作品ですよね。偽札の主題歌っていう、ミンシルがお届けしています FM 横浜ザ・ブリーズ。さあ、ここからはスペシャルゲストを迎えしてお送りしていきます。飛鳥さんです。どうも、よろしくお願いいたします。私初めましてで、はい、あのザ・ブリーズに登場していただくのはおよそ3年ぶりという。そうみたいですね、ということで、はい、横浜、神奈川の、まあ、本当にもうすでにたくさんメッセージとか質問来てるんですが、リスナーの皆さんにまずは一言いただけますか。無事に登場して、いただくのはおよそ3年ぶりと、はい、ぜひ横浜、神奈川のリスナーに、一言おっしゃっております。飛鳥です。あの、実はいわゆる台本に書かれたものを読んでくださっただけでした。失礼しました。あのですね、
こう、まあ、質問たくさん来てるんですけれども、うん、こんなものがあって、まず最初これをちょっと伺いたいなと、はい、足立区のマリコさんから。足立区マリコさん、先日はヘリでラジオ現場まで来たと言っていた飛鳥さんなんですが、ええ、今日の交通手段はクルーザーですか。いや今日車のトランクに車のトランクですか、ちょっと危ないんで隠れながら窮屈じゃなかったですか。全然もういつものことですからね。あ、そうなんですか、もうしょっちゅうなんですということです。はいさあでもね、本当に今日この日を待っていたというリスナーの皆さんから本当にたくさんメール、ファックス、質問など届いているので、まあ、そんなものを紹介しながらですね、はい、飛鳥さんにも答えていただきながら、いろいろお話を伺っていこうかなと思うんですが、まずは今年2009年チャゲ&アスカデビュー30周年という年なんですが、まあ、活動休止というニュースもありまして、まあ、その件に関してたくさん、ねメッセージいただいてるんですが、とも子さんは、まあ、活動休止寂しくもありますが、チャゲさん、アスカさんの一人の表現者としての挑戦していきたいという思いを知り、惚れ直しましたと、メッセージいただいてます。他にも本当にあの、30周年ね、やるぞって言いながら、やるぞっていうのは、まあ、誰もがね、まあ、皆さんコンサート来ておられる皆さんはそう思っていただいたと思うんですけど、これやらなくなってしまったっていう、これはもう本当活動を語る上で活動テロですね、これね本当にもう何をわからないですよね。まあ、でもやはり休止されるっていうことは、まあ、この節目でまた新たな何かを探してっていう、また新たな出発っていう意味ですもんね、って言った方がかっこいいかなと思って言ってるんですよね、まあでも自分たちの中ではね、きっとね、30年というね、時間が、全ての意味だと思ってるので、何があったからとか今更ね、その何があったからこれがねこうなったっていうことは、まあ、そんなにこう、明確なものはなかったりするんですよね。まあとりあえず、まあ、50になるとなんかこうやって生きてきたかなっていう自分の人生 の輪郭がこう見えてくる、こういう人生だったっていうね、なんかね、そこをこう、まあ、そう超える時に、さて今で違ってたけど、お互い一人で思いっきり一人でやってみたらどうなるんだろうっていうね、興味ですね、自分たちの興味、数えてましたの、まあ、でもそれが失われてしまったら、またそれもおしまいっていうわけではないですけど、やっぱりちょっと寂しいですしね、そうですね、つい失いがちなんでついですか、はい、さあですが、まあね、まずはデビュー30周年イヤーで、まあ、その記念すべき年に新たな歴史が、まあ、一つ一人でこう刻んでいくということになるわけなんですが、来週の水曜日にはチャゲですか、ニューシングル、はい、来週はチャゲが来るのかと思いました違う、はい、来週の水曜日に飛鳥さんのニューシングルがリリースになります、あなたが泣くことはない、飛鳥さんソロ活動史上初の日本映画主題歌書き下ろしに、またまたそんなね大層なことじゃないんですけどねなるんですよね、そんな大層ないですよ、ちょっと意外でした。まあこの映画というのは4月に公開される木村雄一さん監督の、まあ、初監督作品ですよね、偽札の主題歌っていうことで、木村さんが飛鳥さん大ファンだったので、まあ、この度ぜひ曲を作ってくださいと、ありがたいですね、お願いがあったということなんですけど、そんなに一ついいですか、はい、本当に日本で初めてだと思ってたんですよ、そういうふうに伝えたので、はい、こういうふうにね、こうやって回ってると思うんですけど、はい、忘れてました一個。何ですか。昔真っ赤の動輪っていう映画をやりましてですね、その昔は先週パシナというですね、はい、新幹線のモデルになったような、まあ、旧日本軍が、はい、中国大陸を、ね、走らせた、記者があるんですけど、それがあの時の主題歌やってましたやってました、失礼しました、失礼しました、なるほど、まあ、ですから、まあ、今回は、まあ、はい、およそ何十年ぶりかっていう感じですよね、かなり久しぶりにアバウトにやるということで26、7年ぶり、それちょっと失われつつある今日この頃社会的にね、なんかありますもんね、まあ、今回アルバムの中でもちょっとそのテーマで書いてるんですけどね、なんか何が本当だかもう分からないっていうね、でこれまでこう自分の中で、まあ、まあ情報として受け入れてたこととか、はい、いうのがもうここに来て全く嘘だったりするわけでしょ、でそれ世の中が全部そうだったらどうなってしまうんだろうと思ったりするんですね、怖いですよね、ちょっとだからね、自分たちの生きてる範囲っていうのは、もしかしたら生きてるところのフィールドなのかなと思ったりする、フィールドの向こうが何だろうと思ったりするでしょ、非常にそういうこと考えますね、なるほど、
ところでこの曲のプロモーションビデオ、うん、私拝見させていただきましたけど、はい、逆回転になって、え、そうでした？ますよね。いやいや、あれ、うん、あれ本当の動きですよ。あれでこうやって、あの特製磁石で。あ、なるほど。マスカさん、まあ、いや、僕も磁石にくっついていきますから。煙とかね、そういったものもこうヒューって。いや、僕も引き削られるの簡単なんで、割と簡単なんですよ。すぐ引き削られるんで。なんかすごくでもこの曲にも合っていて、うん、雰囲気がなんかパッと見なんかどこかイギリスとかアイルランドとかの海岸みたいな感じに私思ったんですけど。イギリス行かれたことあるんですね。いや、行ったことはないんですが、ああいう風景をよく映画などで見るので。そこどこなんですか？あ、あれはあのあれですよ。あの世田谷の景色をちょっとコラージュしただけの話で。そうなんですか。もう大したと、スタッフが大変だったんですね。あ、海とくっつけたりいろんなような。それは大変ですよ ね。大きな海をくっつけなきゃいけないなんて、ね。まあ、こんな嘘ですね言いながら、あれはですね、房総なんですよ。あ、房総半島、うんうん、なんかね、夜12時ぐらいから出かけて行って、でそれから朝方の、まだ日が明ける前のね、もうシーンを撮ろうっていうね、うん、そこで、何とも言えない時間帯にこの空とこうマッチさせた映像を撮ろうっていう、うん、なんかでも出てます ね、 ね、すごく素晴らしい、驚きのシーンが一発あったでしょう。驚きのシーンというか、はい、そうですか、僕でしただけでしたかね。いや、あまりね、脅かしのシーンであったりとか、うんうん、なんかそういうのってはなんとか結局後になると、もう分かってしまうとつまらないから、はいはい、もう好きじゃないんですけど、はい、今回はなんかそれをなんか、ね、全部今何か受け入れられるぐらい何度見てもえっていうね、とこができたので、もうこれもぜひ一度ご覧になってください。皆さんもえを探していただきたいということです。まあ、テレビのね、はい、まあ、レコード会社の CM が売ってくれるでしょうから、8000GRP ぐらい売ってくれるでしょうからね。もうそれはもう楽しみにしてますけど。ところで、まあ、今プロモーションビデオの話になりましたけど、映像というと DVD も実は2月25日にリリースになるんですよね。昨年行われたオーケストラとのコンサートツアーの、アスカシンフォニックコンサートツアー2008シーンという、これはシンガポール、タイ、中国、そして日本、全14公演という、何かこうこの DVD を鑑賞するにあたってここに注目すると面白いなんていうポイントございますか？いや、あえて言わない方が言わない方が、こちらも、うん、いやいや、もうなんだろうな、もう僕はね、本当にこういうことをやらせていただいて、音楽に感謝っていうか、まあ、こんな贅沢なこと普通できないですよね、うんうん、総勢70、ね、5、6、数名の方が、うん、と僕はまあ融合しながら歌わせてもらうんですけどね、いやー、もう想像できないことを記録できてよかったなと思ってますね、うんうん、どうですか、こう行った先々でやはりこう日本とちょっと雰囲気が違うななんてい う、 こう思い出に残る場所ってあります？シンガポール、タイ、中国と。オーディエンスというよりもその作っていく過程がやっぱすごい違ったですね、うんうん、シンガポール の音楽の方は若い人が多くて、はい、もう本当一生懸命なんですよ、うんうん、だからこのムードっていうのがステージで出たらきっと最高のライブになるなと、本当にそうなりましたね、うんうん、まあ、その辺はじっくり DVD でね、タイなんていうのはもう力強いし、はい、上海はすごい滑らかだし、うん、なんかさまざまですよね。その辺がじゃあこう見ていくと伝わるということでしょうかね。残念ながらそこにはね、はい、そこは、まあ、今回一箇所だけなので全部入ってないんですけど、ああ、そうかそうか、はい、でもそういった場所で見てみたいものですね、飛鳥さんのライブもまたね、うん、はい、さあところでですね、質問がたくさん来ているのでダーッといきたいですが、はい、まず一つ、来週火曜日24日飛鳥さん51歳の誕生日ということでおめでとうございます。どうもどうも、はい、はい、いかがですか、え、心境は？もうね、あんまりよくわかんないんですね。はい、だって誕生日っていうのは、ええと言われて、うん、え、嘘でしょ、だって1ヶ月の後ぐらいないの、え、来週っすよみたいな、全然その感覚がなくなってきてますね、避けてるわけないですよ。避けてるわけではなく、ヒンジの感覚がきっとないんだと思う、うん、
ね、本当におめでとうございますというメッセージ、ありがとうございます。イニシャル M さんとか、はい、町尾さん、千恵子さんいただいてますけど、はい、こちらはですね、バースデーの日はどのように過ごす予定ですかという、うん、いや多分今年も一人ぼっちじゃないかな。ユーミさんからいただいたんですけども、ええ、パーティーは何種ですか。いや一人ぼっち、僕なんか一人ぼっちですか、ええ、あでもチャケさんから誕生日プレゼントとか、いやもうね、あいつからもらったんだよね、はい、もうずいぶん前になりますね、ね、あのどっかの崖で、あ、俺これ使ってないからやるよってポンと放り投げられたスピーカーが1個あったぐらいのもんですね。ポンとポンと放り投げられたんで、ええ、まあまあ放り投げられてしまっちゃうのもしょうがないですよね。そうですね、これが解散の原因だって言われてるぐらいですからね。そうだ会社じゃなかったでした、すみません、はい、でもね、あの忙しいと思いますけれども、はい、まあ、素敵な誕生日をお迎えになったらいいなと思います。あ、ありがとうございます。今年もじゃあ一人ぼっちで素敵な誕生日を迎えたいと思います。さあそして来月20日、はい、横須賀芸術劇場川切りに全国ツアーがスタートするんですね、はい、4月は、神奈川県民ホール、はい、そして6月の千秋楽が NHK ホールで 2days ということで、あ、はい、どんなライブになりそうか気になる方多いと思うんで、こっそり、はい、こっそりでいいんで、はい、教えてください。1曲目が始まってエンディング曲があると、あ、王道ですね、それはね。これはもう、ね、もう入り口と出口はしっかりしなきゃいけないっていうのがね、重要ですもんね。これはもう本当に重要ですからね。 はい、それだけです。ではですね、もう時間の方がちょっとなくなってきてしまったんで、最後にお別れにカップリングの曲をお届けしようと思うんですけれども、はい、新潟市の三重さんからこの L&R と書いて、これ、うん、ラブ&ロール、あ、そうでしたというふうにも、まあ、歌詞の中にはなりますけど、はい、意味は何ですかというね。意味はですね、はい、あ、ラブ&ロールの意味ですか、はい、ラブ&ロールの意味を言ってるんですかね、はい、の意味を教えてくださいというふうに。あ、でもこれはほら、あのロケンロールっていうでしょ、はい、うん、まあ、それをパクっただけの話、パクったってことはよくないですね、もじっただけ、これもよくないですね。なんかね、L&R っていうとさ、あの普通はレフトとライトって思ったりするでしょ、うん、はいはい、でも歌の中はそうなんですけど、でもやっぱり出口はもう一つ意味がなきゃダメだなっていうね、うん、はい、やっぱまたいつかやることになる日もあるだろうぜ、うん、と、うんうん、まあ、その時にはお互い、の存在として気持ちとしてこういう、まあ、ラバンドローですよね、はい、うん、まあ、そういう風になっていたいなという感じですね、うん、なるほど、うん、さあそれではその曲をですね、飛鳥さんにまた紹介していただきたいと思うんですが、はい、はい、じゃあ L&R、 これ短いですね、すみません。飛鳥さんどうもありがとうございました。